第二次インディペンデンスの戦いは、南北戦争の終盤に入った1864年10月21日から22日、プライスの水売り襲撃の間に起きた比較的小さな戦闘であるが、かなり激しい戦いが行われた。戦場は、水売り州インディペンデンス市を中心にしており、現在では、国際連合平和プラザ、ハリー・トルーマン鉄道奏車場、 ジョージ・ケーレブ・ブビンガムの住居、コミュニティ・オブ・クライスト教会の寺院、公会堂、石の教会及び本部があるところである。この戦闘は、南軍のスター・リング・プライス少将が率いた、水売り襲撃の行方を決定づける段階の始まりとなった。この翌日に起きた、ウェストポートの戦いで、プライスの水売り軍は敗北することになった。 この1年前に北軍が一般命令第11号を発していたので、その影響をまともに受けたジャクソン軍で起きた戦闘として南北戦争の中でも最も劇的なものになった。1862年には第一人ディペンデンスの戦いが起こっていた。この時も南軍の勝利で終わっていた。1864年は秋、南軍のスターリング・プライス少将が その上官であるエドマンドカー B ・スミス中将から南軍のためにミズーリ州占領を試みるために派遣された。プライスは主たる目標としたセントルイスを攻撃できず、スミスの第二の作戦だったミズーリ州から西にカンザス州やインディアン巡州に入って襲撃を行う作戦を実行することに決めた。その最終的な目標は、 エーブラハムリンカーン大統領が1864年11月の再選を求める選挙に負の影響を与える可能性のある北軍の物資補給所や前進基地を破壊、あるいは占領することとなった。プライス軍は10月15日のグラス号の戦い、及び19日の第2次レキシントンの戦いで勝利した、後、西方のカンザス式とレブンワーストリデに向けた抗軍を続けた。 レブンワーストリレには北軍のカンザス方面軍の本部があった。プライスがミズーリ軍と名付けたその軍隊はジョセフ・シェルビー巡将の師団を前衛にし、その後をジョン・マー・マドゥーク巡将の師団が続き、ジェームズ・ファガン巡将の師団が後衛になっていた。プライス軍に対抗する北軍は民兵隊とアンドリュー・ジェイ・スミス少将の第16軍団に加えて、 ウィリアム・ローズ・クランズのミズーリ方面軍から派遣されたアルフレッド・プレソントン少将の騎兵士団で構成されていた。さらにサミュエル・カーティス少将のもとに新たに活性化された教会軍がプライス軍に対抗することになっていた。カーティスの軍隊はジェームズ・ジー・ブラント少将の騎兵士団、ジョージ・ W ・ディッツラー少将のカンザス州民兵士団、プレソントンの騎兵士団、及び スミスの軍団からジョセフ・ジェイウッズ大佐とデイビッド・ムーア大佐が指揮する不評を2個師団で構成され、総勢は約2万2000名となっていた。北軍は、ブラント上軍の指揮下に小さな文献隊が戦った第二次歴ントンの戦いで敗北した後、西のインディペンデンスに向かって交代した。10月20日には、リトルブルー川の西岸で強固な防御陣地の背後に宿営した。 そこは、インディペンデンスの町の東約5マイルにあり、南軍の主力を待つことにした。しかし、ブラントの上官であるカーティス将軍が、トマス・ムーンライト大佐の防衛隊を残してこの陣地を放棄し、インディペンデンスに戻るよう命令した。第二次インディペンデンスの戦いは、実際には、インディペンデンス市の東端田園部で起きた、リトルブルー川の戦いにつながるものとして始まった。 それは10月21日に始まり、ブラント将軍がリトルブルー川に戻り、その前日に放棄するよう命じられていたばかりの防衛陣地を再度占拠するよう命じられた。ブラントがリトルブルー川に戻ってみると、前日に指示していた通りムーンライト大佐がすでに川にかかる橋を燃やしていた。それはプライス軍の前衛隊に攻撃された後のことだった。 インディペンデンス市にある鉄道の切り通し、ここで南軍が1864年10月21日から22日の夜を宿営した。インディペンデンス市中心部のパシフィック通り沿い、ハリー・トルーマン鉄道奏車場のすぐ西数百ヤードの位置にあるプライス軍がこの時までに戦場に到着しており、北軍と激しい戦いになった。北軍は岩の壁の背後に隠れ、 攻撃する側の南軍は魔の距離をすべて詰めていく必要があった。しかし北軍は次第に押され、君となり、インディペンデンス市を通って、ウェストポートの方角に交代した。北軍の伝軍は21日の午後を通して、プライス軍の前進を抑えようとして、市内の通りで活発な戦闘が起きたが、結局全軍が市内からの退却を強いられた。 プライス軍は町の中心の西側にあったまだ未完成の鉄道切り道しで前進を止め、その夜はそこで宿営した。この初日の戦闘での犠牲者の中には、南軍のゲリラ指導者ジョージ・エム・トッドがおり、1862年の第一次インディペンデンスの戦いにも参戦して、捕虜にした北軍の士官二人を処刑したことで罪を問われていた。夜の間も、 定期的に銃撃戦が起こり、互いに敵の動静を探っていた。北軍はインディペンデンスの西にあるビッグブルー川の方向への撤退を続けた。10月22日を明け、アルフレッド・ピレソントン少将の騎兵隊員1万名がリトルブルー川を渡り、アーカンソー第二連隊と共にインディペンデンスを北東から、すなわちプライス軍の背後から攻撃した。 ファガンの旅団のうちにコ旅団が攻撃する北軍に手荒に扱われ、市内を通って西に押し出された。そこには北軍の本隊がいた。さらに別の南軍旅団が現在コミュニティオブクライスト教会のインディペンデンス寺院がある場所で猛襲を跳ね返そうとしたが、プレソントンの部隊に圧倒されることとなり、逃げ延びられたのはわずかに過ぎなかった。ファガン隊の前線跡地、 現在はコミュニティオブクライスト教会のインディペンデンス寺院があるしかし、北軍は最後の詰めが得られなかった。マーマ・デュークの次第がインディペンデンスの西約2マイルでプレソントン隊と交戦し、北軍を押し返して10月23日の朝まで保持することができた。この戦闘の中心はインディペンデンスの西のワイストポート、現在のカンザスシティに移っていた。この戦闘では、 マーマデュークとその部隊の勇猛さによって、プライス軍は勝利を主張できたが、プレソントンの大胆な行動が悩ませることになった。プライスは軍需物資の安全性を懸念し、ビッグブルー川を越えてきていた市長隊をフォートスコット道路沿いのリトルサンタフェに送ることになった。翌日、両軍合わせて三万名の軍隊が、ウェストポートの戦いで会することとなり、これに北軍が、 決定的な勝利を挙げて、南軍によるミズーリ州での軍事行動を終わらせることになった。ありがとうございます。